にちは、井上由美子です。はいよ、ありがとう。暮れの忙しい中、皆さんありがとうございます。今日はちょっと忙しくていけないのってお手紙とかメールも皆さんからいただきました。やっぱり年末だから皆さん忙しいと思います。暇今日来てくださった皆さんは大丈夫でした？あ、暇ですか？じゃあ井上由美子にとっても2016年今年最後のキャンペーンになります。でもこの曲ではもうこの鈴木楽器さんにはお邪魔してます。だからもう一回来ちゃったんですけども、最近またこの一人来た夜行を歌ってくださる方がなんか増えてるそうで、ますます歌っていただきたいなっていうことで、ますます歌ってくださいキャンペーンをすることになりました。今日は忙しい時期だけども来てもよかったなって思っていただけるように最後まで心を込めて歌わせていただきます。どうぞよろしくお願いします。